ドジャースの大谷翔平投手は24日、日本時間25日、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ、7回先生の前日会見に臨んだ。デーブ・ロバーツ監督について問われ、楽しい人だな、と、監督としてというより人としてと答えた。大谷はロバーツ監督の52歳の誕生日だった5月31日に、日本のウイスキーをプレゼントするなど交流がある。 一方で、メッツとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦では、大家の走塁に苦言を呈するなど厳しい一面も持っている。沖縄生まれの指揮官について、どういう采配をするかとかではなく、1対1の付き合いとして楽しい人。あと握手がすごく強いです。笑、と話し、報道陣の笑いを誘った。ロバーツ監督は来期が3年契約の最終年。それでも、 ここ数年は地区シリーズで早々と敗退するシーズンが続き、今季も早期敗退なら挙手問題に発展する可能性があった。4年ぶりのワールドシリーズ進出したことで、ロバーツ監督の身体問題は落ち着きそうだが、それ以上に大谷とロバーツ監督の良好な関係を感じさせた。